山、それは五感を刺激してくれる場所。さあ、あなたもぜひあのときめきを。水筒、方位磁石に懐中電灯、忘れ物はなしと。登山の準備にもだいぶ慣れましたね。同じ場所を訪れても目に映る景色はいつも異なる。山は本当に面白いです。さあ、山へ出発です。雨の日の山も魅力的ですよ。例えば苔、濡れている時と乾いている時では雰囲気が大きく変わるんです。今週末は夜明け前に山へ行きます。早朝にしか咲かない花を見たくて。寝坊には気をつけないと。山へ行くようになって人間の足の使い方についての理解が深まりました。好きこそものの上手なれですね。鳥や虫の声、自然の香り、個性豊かな植物たち、山はいい。何度足を運んでも新たな驚きに出会えます。山の話を聞いてくださって嬉しいです。さあ、紅茶のおかわりをどうぞ。まだまだ語り足りませんので。野外スケッチ中は帽子が欠かせません。以前集中しすぎて日焼けした時は肌がひりついて大変でした。フロイドに登山の感想を語ったら1分もしない間に寝てしまいました。趣味を分かち合えなくて残念です。ガーゴイル研究会のメンバーは1人だとか。高尚な趣味をお持ちだと共感を得られず苦労しますよね。創設時から日誌に活動内容を記録しています。読みたい？どうぞ。何を見ても驚かないでくださいね。山の天気は変わりやすい。登山をするときはこのように脱ぎ着しやすい服装がおすすめですよ。僕から土の匂いがする？さっきまで植物観察をしていたせいでしょう。地面に腹ばいになっていたので。マレウスさんとご一緒できて光栄です。感激するのは早いぞ、リーチ。深く沈めて差し上げます。おやおや、笑わせんなっての。つまらない。おや、活動中の僕はこんな顔をしていましたか。我ながら楽しそうですね。山の一部になったような気分です。ガーゴイル研究会のメンバーは一人だとか。高尚な趣味をお持ちだと共感を得られず苦労しますよね。